代々受け継いできた性は、自分が自分であることを構成する大切なものではあるけれど、虎に翼、智子の悩みは、高一に気づかれていたのでしょうか。高一は突然、佐田のせいにすると言い出しました。彼は結婚によって、性が変わることをどう思っているのか。社会的に地位が高い人ほど、有名な人になるほど、自分の性が変わることを、一般の人よりも気にするものなのでしょうか。ただ智子は、性が変わることで、これまで生きてきた自分の何かがなくなってしまう怖さや悲しさが込み上げてきたのかもしれません。第103話のお話は、智子と由美が星家を訪れ、家族団らんの食事が進む中、高一は家族に対して名字を佐田に変更する提案をする。しかし、彼の継母、ユリは強く反対する。一方で、長男、友和と長女、のどかは特に気にしない様子だ。後日、とどろきの提案で、智子とユミは高一と共に、とどろきの仲間たちの集まりに参加することになる。第103話は、このようなお話になるようです。高一の継母、ユリとしては、夫が先祖が残し受け継いできた名字を変える、もしくは捨てるということは、我慢ができないのでしょう。亡き夫やご先祖様に顔向けができないということもある。しかし、高一や子供たちは気にしない。こういうことは、昔も今も変わらないのかもしれませんね。現代でも、ご年配の方は、これまで自分が名乗ってきた姓を、男子なら引き継いでもらいたい。だけど、若い人はそれほど気にならない。好きな人と結婚するのなら、どちらでも構わない。人は、年を重ねるごとに、自分の姓を受け継いでいくことに、責任感が大きくなるのかもしれませんね。そして、智子たちは、とどろきの仲間たちに出会って、何か大切なことに気がつくのかもしれません。第102話、高一と結婚すれば、どちらかの姓が名乗れなくなる。佐田智子のままか、星智子として生きていくのか。夢の中で、様々な年代の智子が議論する場面が、とても面白かったです。今までの彼女の歴史を見ている感じがしました。学生時代の智子の再登場には懐かしさを覚えます。その時置かれていた状況によって、彼女も考えが変わってきたのですね。どちらかの名字が名乗れなくなるのは、個人の平等や尊厳を無視している。法の平等もそうですが、星智子になれば、今まで生きてきた歴史まで失われる気がする。佐田姓を名乗れなくなるのは、雄三に申し訳ない気持ちもある。弁護士として生きた自分、裁判官として生きてきた自分、たくさん失敗をして前に進んだ自分、佐田智子として生きた日々は、自分にとってかけがえのない時間だった。星智子になれば、その経歴や歴史が消える気がしてしまう。胃の爪から佐田に性が変わるときには、こんなに悩んだりしなかった。あの頃の智子は、名字よりも社会的地位の方が大切だったから。女性弁護士として信用を得ることは、女子部の仲間への責任でもあったし、
社会的地位のことを思えば、初代最高裁長官、星智彦の保守性は魅力的です。しかし、光一とは、社会的地位のために結婚したいわけでない。そのために名字を変えるのは違和感があるし、夢の中で勝手に意見を言い合う様々な年代の智子。彼女はついにうなされて目を覚まします。名字が変わることに対してそこまで悩むとは、智子自身も思わなかったかも。いつもと違う母の様子を見て、由美は心配していましたね。家族は名字のことで悩み続ける智子を理解することができません。法律を学んでいる直人は問題ないと励まします。婚姻というのは両性の合意のみによって成立するんだ。合意できないことは飲み込まなくていい。しかし智子は男性と女性の合意のみという言葉で、とどろきと遠藤を思い出す。両性の平等は憲法によって保障されている。保障のない彼らはどうなるのか。同性同士の恋愛に驚いた彼女ですが、とどろきが大切な仲間であることに変わりありません。智子は彼らの気持ちを考えなかったことを反省します。すぐに謝りに行くところが智子らしいと思いました。轟さんと遠藤さんの前で何も考えず結婚の意味を見出せないなんて。軽はずみな発言をしたことを轟に謝る彼女。今振り返ってみれば、自分ごとになるまでどちらかが名字を変えなくてはいけない意味について考えていなかった。そして男女の恋人のことしか考えていなかった。反省する彼女に轟が言った言葉が印象的でした。人間なんてそんなもんだ。今振り返ってみればの連続。過ぎてからわかることばかりだ。花岡の死がなければ、彼は自分の気持ちに気づかなかった。あの時ヨネが、私の前では強がらなくていい、と言ってくれたことが、彼の心を救ってくれた。今振り返ってみれば、俺は子供の頃から、やたらと男らしさにこだわっていた。彼は、幼馴染の花岡に思いを寄せていました。轟が弁護士を目指したのは、花岡と同じ大学に通うため。今振り返ってみれば、弁護士になる夢を嬉しそうに語る花岡の顔が見たくて、俺は弁護士になる道を選び。だから、同じ名立大学で学べることを喜んだ。彼は、花岡に恋していることを否定するため、男らしく振る舞っていたのですね。ヨネの言葉がなければ、彼が同性愛者であることを受け入れることはなかったかも。とどろきは、学生時代に比べて丸くなった気がします。きっと、本当の自分を受け入れたことで、素直に生きられるようになったのですね。それでも世間には理解されないと彼は諦めていました。しかし轟は同じ気持ちを持った遠藤と出会ったことで全てを受け止めてもらえた気がした。最初は一緒にいられるだけでいいと思ったけれど、法律では同性同士の結婚は認められていません。俺らが死ねば、俺らの関係は世の中からはなかったことになる。人生を振り返った時、心から幸せだったと言いたい。轟の言葉は智子の心に響いたと思います。またこうして
いろいろと話を聞かせてくれないかしら。とも子の理解が及ばない世界にいる人々は、世の中にまだ多くいるようでした。裁判官として、人として成長するために、彼女は努力を続けていくつもりでしょう。そしてヨネは、とも子が夫婦同棲について悩んでいることを、わがままではない、と。結婚しても、名字を変えたくないと思うこと、当然の権利だろう。やはりヨネは、とも子の一番の理解者なのですね。ユミも、名字のことで悩む母について、光一に相談したよう。とも子とユミを家に招いた彼は、家族の前で大きな発表をします。結婚後は、サダセイを名乗ることにすると。彼は、名字がどうであれ、親族関係は保証されるので、問題ないと話します。とも子は聞かされていなかったのか、とても驚いた様子でした。しかし、ユリは珍しく、強い口調で反対します。亡くなった保守長官に顔向けできないと。結婚すれば、とも子がサダセイを名乗ることは難しそうです。これからどういう展開になっていくのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。